話、しおりが影を見たってみおちゃんから聞いた。どないしたん、みおちゃん。自分の家ぼーっと眺めて誰かと喧嘩でもしたんか。ありがとう、しお。ありがとう、しんべの龍之介。もしも生まれ変わったら今度は仲良にしてくれるか。影にコピーされるってことはさ、心も体も全部覗かれるってことや。ミオには私の奥までもっと知ってほしいから。まさか。お姉ちゃんしつこいやろ。今新作準備中でピリピリしてるから余計や。でもこう見えてな、ファン目の前にして喜んでんの。なあなあミオ、どうやったらミオみたいに上手に泳げんの。私も泳げるようになりたい。でもこっちには確信がある。この差が俺らの勝機です。このチャンスを逃せば俺らは牛を完全に失ってしまう。ごめん、あの時俺がもっとうまく蘇生措置できてたら、あの時もっと謝っても取り返しつかんことくらい分かってる。だがそれであいつが生き返るわけじゃない。今の私にできることといえば、せめてこれから失われる命を救うことだけだ。そうか、君たちがもうこんなところまでたどり着くとは。それで、ハイネメ、私が喋ると思っているのか。動け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 よ。私1ミリでもいい神聖の近くへ。迷った時にはよ、未来の自分やったらどうするか考えて決断せい。ほなら後悔はない。いやはや君にこの手は通じやんか。予知能力があるんやってね、皆方龍之介くん。そんなことのために、あなたはほんまに自分勝手で自己中でどうしようもない人。そうと一緒に出かけていったんや。お前に会う言うてもう30分ほど前やぞ。せやけど泊まり客ちゃうわ。昨日の夕方かな、うちのほれカフェの方に来とったんや。新平くんも寄ってかんか。カフェ